前田殿も。毎度岩本でございます、本日は2月の11日、ファイターズ名古屋タピックスタジアムで紅白戦を行いました。はい、天気にも恵まれた。どんどん岩本日焼けする、潮風受ける、声枯れる、これ毎年の名古屋、毎年の沖縄キャンプですよ。そこで輝いたのは加藤豪介だったね。今シーズンキャンプ入る前にちょっと怪我からのスタート、しかももうキャンプスタート目前の怪我からのスタートなんで、本人も練習を取り組む時に、なんか自分のモヤモヤを隠すのに精一杯の笑顔で練習してるように感じた。でもそこでしっかりメンタル置き直しながら、シーズンにかけるそのメラメラしてるものを徐々に徐々に高めていって、でまずは守備練習よりもバッティングができると、でもやっぱり衝撃が来ると痛いはずなのにうまく調整して本当に良くなってるんでしょうね。回復も早いね。今日紅白戦で5打席回ってきて4出塁3本のヒットと1つのフォアボール、すごいね。最後のエアゴロやったけど5打席で4出塁、もういきなりそのなんていうのかな、今までアメリカのマイナーリーグで揉まれてきてたそれを日本のプロ野球で開花するべくきっかけをつかんだね。でまたねバッティングスタイルも、まあ僕ねゲージでのバッティングだけ見てて、まあこうやって脇をこう開けて構えるバッターは速い球に力負けしないように何か対策しているような傾向があるということを僕コメントしたことある、この YouTube ででもね。でアウトコース低めなどタイミングがずれた時にバットコントロールのバットの先のバットコントロールに困るんじゃないかというような評論家的な発言をしてたんだけど、それが合ってる間違ってるじゃなくて、しっかりボールをヒッティングポイントまで引きつけるからしっかりバット出せるんやね。泳ぐことがほとんどないので、なのであのバッティングフォームでやってきた自分の懐に入ってきた球をしっかり詰まることを恐れずに打ち返すことができるんやね。バットがレベルに出てきている、アベレージヒッター、詰まることを恐れない、出塁率いいんじゃないの。まあ今後は対策でアウトコースの低めの出し入れなども対外試合ではどんどん相手はこう確認し作業してくるんじゃない。いいじゃない、いい姿を見せて相手がその対策練ってくる、これの連鎖ですからね、プロ野球のレベル向上は。はい、加藤豪介めちゃくちゃ魅力あるね。でもやっぱ試合に出る時の表情はしまってた、その鬱憤を晴らすべくプレーができてね、自分のストレスを隠すべく笑顔で練習に取り組んでましたけども、やっぱ勝負しちゃったね。でもでも松郷がさすがのヒットも打ってた、目立ったよ。放送席でも今日伊藤芳生さん来てて、で松岡さんともそうやけども、さすがやなって言葉何回も出した。で中島拓何も言わん、あなたの内野の守備力はもう大健在、あとバットじゃないですか。でもオープン戦シーズンに入った時にさすが拓、やっぱり拓だよね、言わせてください、お願いしますよ。はい、先発ピッチャーの2人だけども、田中正義と根本遥か、2人ともやっぱ期待を寄せられてのそのマウンドやったね。そのマウンドで結果出せたかどうかはクエスチョンだったと思う。根本よくここに話題出てくるんだけども、もっと攻め込んで欲を持ってギラギラで投げていいと思うね。うまいピッチングは勝手にこの先覚えていくので、なんかねすごくかわしにかかっているマウンドが気になった。そういうことかな。140イニング以上、まあ規定投球回数やね、142、3以上で、防御率ももう2点台になったら最高、3点台は取る実力ある。で2桁勝利目指して頑張ってくれよ。早々とこういう実戦で、先発のマウンドに上がる意味をねもう一度捉えてくれればと思うんだけどね。ほんで田中正義持ってる素質素材はピカイチだっていうのはこれみんな知ってるんですよ。でもホークスに入って6年間結果が出なかった、それはなぜだろうかというのをやっぱ追求し続けてるはず。でも今日ね同じマウンド心を知る人間としてちょっと気づいたことがあったんですよ。僕もピッチングフォームの模索を続け、なかなかこう地面からもらっている重力のパワーを下半身から上半身に連動させて指先のリリースポイントに伝え切るということが難しかった、タイミング合わない。なのでテレビ画面で言うと右上左下すっぽ抜けと引っ掛けが多かった、ちょうどいいところにバチンとへそが出たしなりのフォームで投げることが難しかったんだけど、それは考えれば考えるほどモーションをいろいろ変えれば変えるほどもっとややこしくなるんですよ。なので僕コメントよくします、テレビなどでも。でも田中正義にもやっぱそれが当てはまり、セットポジションから今日ランナー抱えてね、セットポジションからクイックモーションまではいかなくても、もう、まあ、いわゆるハーフクイック、スライドステップまでいかない、そういう投球でめちゃくちゃハマりが良かった。それまでストレートのライン出しがあんまり決まってなくて、ほんとすっぽ抜けるか引っ掛ける、ちょうどいいところに収まらずに、上から投げよう投げようとその姿が、すごく上向きの顎の浮いたピッチングフォームからアップアップ投球に見えてしまってたんですよ。でもランナーを抱えて、パッとランナーを見ながら投球に入った時に、ピタッとハマったように僕は感じたんですよ。なので今後、そういったすっぽ抜けで引っ掛けの傾向があるピッチャーが、ピッチングフォームでリリースポイントに爆発的力を伝えにくい
そういう困り方してる場合は、セットポジションで動きの少ない投球、それでリリースポイントの安定、その反復、再生能力をつける、そういう練習がいいんじゃないかなと。それが田中ジャスティス、田中正義に当てはまるんじゃないの。今日ランナー抱えてからのあの投球、指先にもビタッと伝わりがあるし、手応え感じてるはずなんやわ。アマチュアの野球の指導者の方でも、そうやって困ってる選手山ほどいると思うんですよ。ね、強い球投げたい、上から投げ下ろしたいっていうようなその気持ちから、わーっと上を向いて構えてしまう、セットポジションが何から。左ピッチャーにもそういうの多いんですけどね。顎が浮いてるとか、視線が上を向いてるじゃなくて、姿勢自体、重心が上向き、かかと体重になってるということで、抜ける、引っ掛けるということが起きるので、まあ言うたら24連勝してる時の田中マー君、こういうような姿勢で、キャッチャーを見る、バッターを見るっていうような姿で、動きの少ない投球練習で反復をする、このドリルがいいんじゃないかと思いましたね。いずれにせよ指に引っかかってミットの収まりのいいラインの効いたボールは強かったもん。あれがジャスティスの姿変えてる話よ。で、浅間大輝猛打賞やるよね、バット効いてるよ。確か猛打賞のはず、今日なんやかんやヒット打ってたもん。なかなか先頭グループに名前が上がらずに悔しさいっぱいあるやろね。やれますよ、球際強いもん。玉際に執着するその野球の姿勢絶対いきます。マンチュア打った瞬間それと分かる。今日スタメンじゃなかった、悔しかったと思う。その打席に入った時の集中力、首脳陣はそれ見たかったんじゃないの。期待に応えたよね。で梅ちゃん、梅林もいい活躍、三塁で打った、タイムリーやんか、ライトにヤッチ、ナイスヒット。ホームに帰ってきた時のタッチをかいくぐるあのスライディング、さすがだね。神スライディング、急上昇ワードなってんじゃないの。素敵、国神からのスタートで着々と自分を見つめて作ってたね。スローイング見ても守備全て動きがもう準備できてるじゃないですかね。2月1日の紅白戦、そこに若い選手たちちゃんと合わせてこいよっていうチームの方針があったね。もう中堅ベテランに差し掛かってるそのやつがちゃんとその姿を示してるじゃない。いいね、ファイターズ、もう実戦を踏めば踏むほどレベルの高い野球が見れる。解説しててもあら喉がこんなになるぐらいまで喋り続けるわ。明日以降のファイターズにも期待ですな。毎度じゃなく島田コーチ、今日松葉杖ついてる姿、でも元気なユニフォーム姿見ました。ちょっと安心しましたね。毎度お気に入り。